皆さんこんにちは、スリーピーボーイです。今日も動画のご視聴ありがとうございます。普段はインスタグラムとか TikTok でファッションの投稿をしています。今日の動画はですね、皆さんからリクエストの多かった購入品紹介をやりたいと思います。そのままやってもあんまり面白くないかもしれないので、 QOL が上がった商品だけ絞ってで紹介していきたいと思います。仕事柄いろいろいただく商品もあるんですけど、その中で良かったものもあったので、そこもちょっとだけ紹介させてください。今日は5つのジャンルでお話をしたいと思います。服、靴、家電、コスメ、カルチャー、この5つです。最後の5つ目のカルチャーは映画とかアニメとか本とか、まあそういうものをざっくりと紹介したいと思います。このシリーズは反響があればやりたいなと思ってるので、ぜひ皆さんコメントとかでリアクションしてくれると嬉しいです。ということで早速紹介に行きたいと思います。ということで服部門なんですけれども5つあります。1つ目、アーミーツイルのウェザーパディングジャケットです。ルックブックの動画でもちょこっと上げてたんですけれども、ミリタリー要素の強いジャケットになります。こんな感じの渋チージャケットです。この服で QOL が上がったところは、思考停止で着れる最強の防寒具ができたということですね。このジャケット見た目もめっちゃかっこいいんですけれど、 US レベル7っていう軍物をアップデートしたような形なので、防寒性もあるし軽いし丈夫だしっていうところで、日常的にガシガシ使う上では申し分ないスペックになってます。価格はだいたい3万円ぐらいです。僕が着用してるのは M サイズです。これはオンラインストアで購入したんですけれど、フリークスストアとか日本のセレクトショップだったら置いてるところは今結構あるのかなと思います。2つ目はユニクロのラムクルーネックセーターです。僕は2色買いしました。値段はだいたい2990円ぐらい。この商品のいいところは着用のストレスが全くないというところです。肌触りがめちゃくちゃいいし、体に引っかかる作りではないので、タンクトップの上から着てもストレスないぐらいで、しかもちゃんとあったかいっていうね、最高のニットだと思います。デザインがすごくシンプルなので、これからの季節アウターを着る機会増えると思いますけど、どんなものとも合う汎用性があると思います。3つ目はポータージェームススポーツのショートジャケットです。個人的にブランドのデザイナーさんをフォローしてて、連絡取るうちに仲良くなってもらいました。動画だともしかしたら伝わりづらいかもしれないんですけど、ネイビーに黄色のステッチが入っててめちゃくちゃ可愛いんですよね。丈がもう本当にちょうどいいくて、骨格ナチュラルの僕にはすごく合いますね。中綿とかはないタイプのジャケットなので、今の季節だったらこの服をアウターとして着れますし、もっと寒くなってきたら中のインナーとして着るのもいいかもしれないですね。4つ目がこれまたネイビーなんですけど、ロニングのパーカーです。正式名称はエブリデイフーディーとかそんな名前だったと思います。僕の中でいいパーカーには必要な要素があって、裏起毛じゃない、生地が厚め着丈が短めっていうのはこのパーカーはもちろん網羅してます。よく DM で言われるんですけど、どこで服買いましたかっていうのはロニングの公式のサイトで普通に買ってます。僕はサイズ M を着てます。値段が95ユーロ、今だといくらぐらいかな、1万5000円ぐらい。いろんな色味とサイズがあるので、これから好きなものとか変わったとしてもそれに合わせて買えるので、僕は長いこと愛用しそうです。最後はディッキーズの874です。前のビログでも上げてたんですけど、古着屋の3ピースっていうところで買いました。値段は3000円ぐらいだったかな。ネイビーのパンツを今までずっと避けてきたんですけど、理由は特にないんですけどね、なんか着づらいなってずっと思ってたんですけど、着てみるとね、案外どんな服とでも合うので便利だなと思ってます。新品と比べて生地がパキパキっとしてないので、僕の骨格だとラフな素材感がすごく合いやすいんですけど、このパンツは本当にぴったしですね。今日服考えるのめんどくさいなっていう時はこのディッキーズとユニクロのニット着て、寒い時はアーミーツイルのジャケット着て、ちょっと寒いかなぐらいの時はポータージェームスのジャケットを着るというね、
方程式が出来上がっちゃってます。それぐらい汎用性の高いものたちですね。服ってね、いろいろコーデを考えるのも楽しいんですけど、しんどい時もやっぱりあるし、忙しい時もあるんで、思考停止で着れるマスターピースってあると結構便利なんです。ということで靴部門です。靴は2つあります。1つ目は最近よく投稿に出てるんですけど、アディダスのサンバです。僕が買ったのは黒ベースのサンバになります。こいつを選んだ理由はもう単純にコーデに合わせやすいっていうことです。僕ね、結構デニムとかワークパンツとか無骨なものを着ることが多いんですけど、この靴はスポーティーなデザインっていうのもあって非常に親和性があるんですよ。買ったのはアディダスの公式のオンラインストアです。値段は定価なので1万ぐらいだったと思います。狙ってる方も多いと思うんですけど、買う前にちょっと1点だけ注意してほしいです。幅が小さめなので、買われる時は多分1サイズか2サイズぐらい大きくしていただいた方が、靴ずれとかないかなと思います。靴2つ目はニューバランスの 990V3 です。ニューバランスの990シリーズは個人的にはこの V3 が一番かわちいと思ってます。僕が購入したのは最近聞くことの多いエメレオンドレというブランドのテディ・シャンティスさんがデザインされたモデルです。差し色で入れるとめっちゃ映えるんですよ。なのでコーデで困った時は汎用性を取るか差し色インパクトでっていうので、この2足で普段のコーデは回ってるって感じです。すごく助かってますね。家電部門です。今日紹介するのはソリスのエスプレッソマシーンです。毎日 3,4 杯ぐらいコーヒーを飲むんですけど、美味しいコーヒー飲みたいなと思ってました。ずっとそんな時にインスタグラムで参考にさせていただいているさきなさんからご紹介いただいて買うことを決めました。電源つけてからだいたい30秒でコーヒーが抽出できるようになるので、スイッチを押すのと同時にコーヒー豆を挽いて用意さえしておけば待ち時間はほぼゼロです。肝心な味なんですけれども、店レベルになります。これはエスプレッソマシーンなので、僕が普段飲むときはお湯で割ってアメリカーノにして飲むことが多いんですけど、もちろんカフェオレとかも作れるので1台あるとかなり生活が豊かになると思います。値段はだいたい7万円ぐらいで、意外と売ってる場所が少なくて、ビッグカメラとかの大型家電量販店とか、あとは通販とかでしか買えないです。次はコスメ部門です。コスメはですね、2つあります。1つ目はバイデートのウッドイモーテルです。前の動画で靴が好きっていうお話はしたと思うんですけど、香水も好きでして、今まで結構いろんなもの買ってきました。今ムスク系の匂いにハマってるんですけど、このウッドイモーテルはですね、ムスク系統の中でも一番洗練されていい匂いだなと思って買いました。香りをもうちょっと説明すると、ちょっと甘さとか奥深さみたいなのが入ってて、余裕のある大人の男性香りがします。奥さんに香りの感想を聞いてみたいと思います。香りを説明していただいていいですか？ちょっと煙たいけど、これはフルーティーさもあるよね。どんな感じの人が似合いそうとかある？あー、ダンディーな感じ。あー、ダンディーハウスっていう。ダンディーハウスってこと？この香水の価格はだいたい3万円ぐらいでした。買える場所も結構聞かれるんですけど、僕住んでるとこ名古屋だとエスティネーションかロンハーバーで買えるはずです。2つ目はヘアセット用ですね。柳屋のウルトラハードジェルです。最近はですね、髪が長くなってくるにつれて1回のセットで使う整髪料の量が増えてきたんですよ。サロンのやつとかってセットもよくできるし匂いもいいし最高なんですけど、いかんせんすぐなくなっちゃってもったいないなって思ってたんですよ。いろいろ探していくうちにこいつに出会いました。どこでも買えるジェルです。薬局とかね、ドラッグストアで買えます。 330g 入ってて460円とか500円切るぐらい。セット力みたいなのはまあ間違いないのはあるんですけど、匂いがねないっていうのが結構好きなんですよ。さっき紹介した香水とかつけることが多いので、そことね匂いのぶつかり合いみたいなのがないので、無香料っていいなと思ってます最近。はい、最後の部門はカルチャー
です。3つご紹介したいと思います。1つ目は映画です。最近見た中で良かったなと思っている映画が About Time という映画です。そう、ざっくりお話を説明すると、時を戻せる能力を持って主人公がちっちゃい頃から大人になるまで人生いろんな経験をして成長していくっていう話なんですけど、その中でね、家族との時間みたいなところのシーンが結構あるんですけど、それ見て自分の両親とか奥さんもそうですし、友達とか周りの人ですね、支えてくれる人との時間をすごく大切にしないといけないなっていうのを改めて気づかされた映画でして、忙しいと忘れがちなんですけど、立ち止まってね、考える機会をくれるいい映画だと思います。2つ目はアニメなんですけど、メモリーズという作品です。アキラで有名な大友克洋さんが監督としてもやられているオムニバスアニメ短編集みたいなやつで、その中の大砲の街というお話がすごく面白かったです。ざっくり説明すると、戦時中のある国のお話で、その国の中には大砲があって、敵国と毎日戦っているっていう状況なんですけれど、それ見た後に、今現代社会でいろんなことが動いてて当たり前だと思ってることがいっぱいあると思うんですけど、それに疑問を持たないで生きてるっていうのがすごく怖いなっていうふうに思わされた映画で、その短編集の中にはもちろん面白い笑える系のやつもあるんですけど、僕はその大砲の街っていうのが新しい視点をもらえるきっかけになったので見てよかったなと思ってます。シリアスなやつが続いちゃったので、3つ目禅の本にしようかなと思ったんですけど、変えます、漫画にします。最近ジャンプのアプリで連載してるんですけど、筋肉島っていう漫画で、筋トレをちょこちょこやってるんですけど、筋肉っていうそのワードを見ると一回見たくなるんですよ。参考になるかなみたいなやつで、それを開いてみたら、めちゃくちゃギャグ漫画で、筋肉の矢倉持ち上げてみたりとか、筋肉で銃弾跳ね返してみたりとか、本当にふざけ倒してるんで、疲れた時とかテンション下がってる時は見ると元気が出ます。ということで、以上が9月10月版 QOL が上がったものたちの紹介でした。次はビログをやろうかなと思ってます。服の紹介も入れつつ、ブランドのこととかね、ちょっとお話できたらいいかなと思ってます。ご視聴ありがとうございました。